い、この日は友達と打ち合わせ、コラボアクセの打ち合わせをするのでメイクしていきます。アンダローの BB クリーム塗って、エトボスの UV パウダー塗るのが最近のベースメイクです。で、ウェットンワイルドのマイペンシルでチャチャチャって書いて、撮影でもらったケイトのメイマスカラしていって、このトーンのピンクのアイシャドウめちゃくちゃ可愛いです。おすすめです。この日デニムのワンピース着てたので、目元ピンクでもいいかなと思ってピンクにしました。あとエルフの練りチーク塗っていきます。チークあんまりね、つけてもマスクしちゃうから意味ないんですけど、気持ちね。そしてキャンメイクのこれ下地にもなるマスカラです。でも私本当にマスカラ何塗ってもにじんじゃうんですよ。だからこれも実はにじみますね。おすすめあったら教えてください。で、これ3のハイライター、シマーリングディオか、これをチークに使うこともあります。あのブラウンの方をお気に入りでリピートしてます。で、これ髪の毛オイル塗ってないんだけど、これ塗ったらこうなりますオイル塗ってないとすごいドライなので、もう爆発した、博士の爆発した髪みたいな感じになります。ということで、もうメイクほぼほぼ完成です。これプロテイン飲んでます、朝ごはんの代わりに。この日はね、リップはこれアルジェランの色付きリップで塗って、ムンムンムンってして、トントンってして完成です。ヘアバンド買ってみた。はい、友達とレストランに着きました。南インド料理が食べれるレストランだったんですけど、ちょっとアゲアゲな曲が流れてて音声使えないなってことでボイスオーバーしています。お、これ壁の装飾がすごい可愛かった。これなんかちょっとマルちゃんみたいな感じしませんか、勝手なイメージだけどそう、すごく可愛かったです。友達はこのシーフードのチーズナンのカレーをオーダーしてたんですけど、これすごく美味しそうでしたよ。私はなんかこの三角の名前忘れちゃった、なんか南インド料理だそうです。はい、美味しかったです。ダサいよね、逆光だね。こっちだと他の人映っちゃう。でも光的に絶対こっちがいいよ。ここね。なんかね。微妙だな。もう勝手に20分ぐらいで止まっちゃうから。見せてやろう。前どうやって決めてたっけ、なんかイメージ、なんかさ、マスクするからさ、布、顔が布の面積多いからさ、なんかどうしてもクリア系が目についてる。前もそうやってたよ。ガラスがね、あー、ガラスが今やっぱ何だろう、でもこれかわいい、意外となんかかわいいなと思って、
マオビ行けるんじゃないかって行けないと思ったんだけど、最近なんかトレーナーにしてたらあんまり可愛い趣味が変わる。こういう系の写真撮るときめっちゃね、なんかもう目元を見たり、全然ね、こうやんないときもうなんか、逆に提案なんかあった？なんかこういう、あ、可愛い気も可愛い感じ、秋冬なんかちょっと、これ何？わかんないの。こんなパーツある？あるかないかで言ったらない。わかんない。なんかさ、雰囲気がなんかこういうの可愛いとか思ったね。ちょっと可愛い。なんかあとこういうビジュ系に、なんかちょっとエッジが効いたなんかパール回してみたいな、こういうなんかバランス。なんかかっこいいな、この人って。だいたいなんか太めのピースつけてるイメージ。シルバー系の。なんか大きいブーブー、ブレやから。あ、なんか漏れてない。漏れない。私って漏れないんだよ。そんなことないよ。私でも、あの写真でマジで漏れなくて、まだ動画の方で審査に動画出てる。なんかさ、浅草橋とかさ、そういうビンテージのパーツ売ってたりするの？ビンテージはないかも。なんか今の卸で流通してるもの？そうか。え、それ何？でっかこの。こんなでっかこのでかい。え、何？ないわ。なんでだろう、なんかさ、自分の思った自分と違う。いや、分かる分かる。しかもさ、このさ、これ、え、かわいいよ。買ったけどさ、さっき上につけてたけど、下かな。下につけるのが正解かなって、下につけた。どっちも正解だ。いいか。絶対こっちの方が映りいいんだよね。でも人が、こうやって、もう、盗撮の。こちら新作ですか？はい、新作です。めっちゃ可愛い。シェルで夏っぽくておすすめです。可愛い。彼女が作りました。可愛い可愛い。めっちゃ可愛い。え、可愛い。光で見えないかな。かわいい。妹とかわいいって電話してるとき一緒にアカウント見てた。え、ウレピー。え、昔の通販のサイトですかってぐらい画質悪いんで。私の携帯のせいかな。ありがとう。